ラノマンガ。なんなのよこの向かい風は。私はかなで、日本一の金持ち高校に通う高校生と言っても、他の子たちと違い我が家は貧乏なの。それも超がつくくらいの。そんな私がなぜ金持ち学園に通っているかというと、目指せ玉の輿。ギリギリセーフ。お母さん、私勝ったよ。お母さん、こら、あーた何してるざますか。私はただ遅刻しまいと最大限の努力を。黙るざます。こんなギリギリに登校してきて遅刻扱いが妥当ざます。他のみんなはどんどん校舎に入っていくんですけど。はあ、これだから貧乏人の妬み根性は嫌いざます。人は人、自分は自分ざます。この人はひいきメル先生。気のせいか、私のことを目の敵にしてるみたいなの。このタイミングで現れるのは、そうね、ソプラノ少年団。ソプラノ少年団、それは御曹司4人組からなる学園のアイドル。お金にかまけて重役出勤。ざくだるいな。俺に登校させたいなら学校から迎えに来いよ。少年団リーダー、俺様、何様、王子様、アルト君。まあな、朝の散歩だとでも思えばいいじゃない。おんわか癒し系プリンス、成田君。ああ、朝食後のちょうどいい腹ごなしだ。ワイルドキング、カイリ君。そうそう、昔の人も苦労は勝手でもしろって言ってるからね。実は一番シビア、何でも金金金、カジノ君。っていうか、高校生がスポーツカーで登校なんて非常識だよ。だよ、徒歩がしんどいなら使用人用のシャトルバスを用意してやろうか。いりません。私はアルト君の使用人じゃないんだから。こいつら、高校生のくせにイチャつきやがって。特に貧乏女は許せないざます。ちゃっかりお金持ち学校に馴染んじゃって。っていうか、アルト君もひいき先生に怒られちゃえばいいのよ。ああ、1分前だからセーフざますね。それに今日も華麗な登場だったから全然セーフざます。へえ、何それ。そういえばひいき先生って女子には厳しいけど男子には甘い人だったっけ。ということで、先生はもう行くざますね。後でたくさんおしゃべりするざましょうね。おかんが。ああ、貧乏人は生徒指導室に行くように。拒否ったら退学ざます。また変な人に目をつけられちゃったかな。それから数時間後のこと。この数式は先ほど導き出した数字が導かれるから、正解はこうね。ああ、ちょっと待つざます。確かにそれで正解だけど、あなたは言い方が偉そうざます。よって罰として校庭を30周走ってくるざます。え、とりあえず制服の規定は守ってるよざますね。あたい校則はきちんと守る派ですよ。だけど、そのムチムチの体つきでその丈の長さは合ってないざます。吹き読み出すざます。今すぐ購買部に行って丈の長いものと交換するざます。そんな無茶な。ああ、逆らう気なら退学ざます。新品か退学か、好きな方を選ぶざます。開いて。まあ、なんてことざんしょ。もう、カジノくんたら、なんて年っ子なんざましょ。だけど、そういうところも可愛いざますよね。さ、カジノくん、私の手を取るざます。それともちょっとした方がいいざますか。ああ、いや、遠慮します。ちょっと、他の誰よりひどいざますね、この貧乏人。間髪入れずに手を浴びせるとか。お黙んなさい。だいたい何なんざますか、そのお弁当の中身は。ただのスタミナ弁当ですけど。スタミナ、ただのもやし弁当ざましょ、それ。こんな貧乏臭いものは食うしってぽいざます。ちょ、先生やめてください。放課後。それはまた大変な先生に目をつけられちゃったのよさ。そうなの。私にとってもやしって大切な栄養源だから、また貧乏臭いって捨てられたらどうしよう。令和の日本の女子高生がする会話の内容じゃないのよさ。あ、そうだ、もや
私そのまま持っていけないなら春巻きにしたら？春巻き？その方がお弁当として見た目にもいいし、ひいき先生のイチャモンも買わせるのよさ。確かにそうかも。はるちゃん天才。ちょっと褒めすぎなのよさ。一方その頃ソプラノ少年団は焼肉パーティーの真っ最中だぷに。お、うまそうだな。ああ、そのミノ、ちょっと待って。A5 ランクの牛タンから先に食べて。成田は鍋奉行ならぬ焼肉奉行だな。それはそうと、あのひいきって教師、お前らどう思う？どうって、僕は正直苦手だな。お金を積んで遠ざけれるならそうしたいな。しょうもない人繰り返すせいか、女子にもかなり嫌われてるみたいだな。どうしたの、アルト？いや、今朝奏とひいきの目の前でいろいろやりとりしたからな。ひょっとしたらしょうもない敵対心を買っちまったのかもしれないと思ってな。アルトも気苦労が絶えないよね。奏は幸せ者だな。別にご主人様が使用人の身を案じるのは義務だろ、義務。そして次の日。くーら、貧乏人、もう我慢の限界ざます。こっちに来るざます。何か御用ですか？もう貧乏人なうえ空気も読めないとか。今日はそんな歌を徹底的に追求するざます。持ち物全部ここに出すざます。なんだか恥ずかしいな。ねえ、これはちょっとやりすぎじゃない？いくら奏の家が貧乏だからって。ねえ、たく貧乏人の持ち物はガラクタと見分けがつかねえざます。これは一体何ざますか？それは母が考案したチラシノートですね。じゃあこれは？どうしてこんな使い込んだ教科書を使ってるざますか？実はそれ、知り合いの先輩からもらったんですよ。うち貧乏だから新しく教科書を買い揃える余裕がないから助かっちゃいました。じゃあこれは？カバーかなんかのキャラクターざますか？プニです。かわいいでしょ？小さい頃、お母さんに UFO キャッチャーで撮ってもらったんです。ぷにゃん。いい加減にするざます。あーにあの教師、何やって。待って、アルト、今出て行っても奏の立場が悪くなるだけだって。くそ、まったく、あなたはどうしてこんなに貧乏くさいざますか？どうしてって言われましても、貧乏なのは生まれつきでして。そのだいたい、あーたのこの髪は何ざます？どんな整髪料を使ってるざますか？そんなシャンプー以外使ってません。それでこのサラサラヘア？もう勘弁ならないざます。貧乏人、あーたには一人で学園中の大掃除のざます。なんでそうなるのよ。ということで放課後だぷに。この広い学園全部を掃除するのね、私が一人で。まっ、いっか、ささっと始めてささっと終わらせちゃおう。さすがかなで、ポジティブな鬼だぷに。そもそも掃除って好きなのよね。綺麗にするって気持ちがいいし。掃除ってほんと楽しい。カラスが鳴いてる。今日も夕日が綺麗ね。次は行動ね。まずは掃き掃除、それからポリッシャーをかけて、それからって、どうして私がこんな目に遭わされてるの。だいたいこの広い学園を一人で全部掃除できるわけないじゃない。っていうかもう夜じゃない。どうしよう。お母さんに電話で、私携帯も持ってないし。貧乏ってここまでされなきゃいけないほど悪いことなの？おいおい、何やってんだよ。ソプラノ少年団、どうしてまだ学校に？どうしてって、そりゃこっちのセリフだろ。かなでは真面目だもんね。しかし驚いたぞ。終わってないのは当然としても、
一人でここまで綺麗にするとは。ほんとほんと、カナダは学校にお金を請求してもいいぐらいだと思うよ。ひょっとしてみんな私のこと助けに来てくれたの？それはもちろん。別にそういうつもりじゃねえよ。ご主人様として使用人のピンチはフォローしてやるのが当然の義務だろ。私はアルト君の使用人じゃないし、ピンチでもありません。やれやれ、またこのやりとりか。まあいい、やるならそろそろ始めるぞ。そうだね、ここはアルトと奏に任せて僕らはよそに行こうか。え、アルト君と私だけで？二人きりとか焼けちゃうな、奏。じゃあ後でね、奏。アルトのこと襲っちゃダメだぞ。誰がどうして私に言うの、カジノ君。もうカジノ君ったら。成田君もカーリ君もみんな一体何考えてんの？おい、もういいだろ。そんなことよりこいつの使い方教えろよ。こういうの触ったことないからよくわからねえんだよな。あ、ポリッシャーは扱いが難しいからアルト君はモップがけしてくれる？だよ、平気だからちょっと貸してみろって。ダメだよアルト君、そんな乱暴に扱ったら壊れちゃう。あの貧乏人、様子を見に来たらイケメン男子とこともあろうにソプラノ少年団とあんな。許さない、絶対に許さないざます。貧乏人のくせにソプラノ少年団の姫とか。明日こそあの貧乏女をこの学園から叩き出してやるざます。なんでそこまで、恐ろしすぎるプニー。そして次の日。あれ、どうしたの、また困りごと。ラムちゃん、私の机がないんだけど。わ、何やってんのあんたは。あんなものどこにやるのさ。知らない、今来たらなくなってたんだもん。まさかプニプニだけど、どうして奏の席だけ。なんざますか、朝から騒がしいざますね。ひいき先生、実は奏の机と椅子が。うん、ああ、貧乏人の席のことね。わてくしとしたことが言い忘れてたざます。貧乏人の席は今よその学年に貸してるざます。だからここにはないざます。え、そんな先生、いくらなんでもこれは。そうだよ、こういうのは全然笑えないよ。なあ、ちっ、うっせえな。普段はそれほど仲良くもねえくせに偽善者ごっこか。これだから学生は嫌いだよ。わかったざます。じゃあこれを代わりに。じゃあ貧乏人はこれを使うざます。え、これはダンボール箱。ああそもそも貧乏人にはこれで十分だったざます。それが教育者の言うこと。これが私の席か。そうだよね、私貧乏だもの。その席なんか贅沢だよね。泣いた、泣き上がったこの貧乏女。ちょ、奏で、泣いてんじゃないよあんた。気分いい、このまま学園やめてプニプニプリになっちまえ。ちょっと待った。何？ソプラノ少年団。俺たちの使用人をいたぶるのはその辺にしてもらおうか。ひいき先生さんよ。うんうん、限度を超えちゃいけないよね。待ってアルト、話をつける前に奏にこれを渡さなきゃ。私に？ああ、今大急ぎで取ってきたんだ。おい奏、今日からこれがお前の机だからな。え、だけどこれって。ちょっと待ってざます。よく見たらこれ私の机ざます。まさか職員室から運んだんざますか。いくらソプラノ少年団のアルト君とはいえ、やっていいことと悪いことがあるざます。はあ、俺たちがあんたの机を勝手に運び出したことって、あんたが奏の机をどこかにやっちまったこととどう違うんだよ。それはっていうか、奏だけじゃなく他の連中もひいき先生のせいで嫌な思いしてるんじゃねえの。確かに。そうだよ、あんなの指導でもなんでもないよ、ただのエコひいきだ。ええ
ルト先生、僕もひいき先生について言いたいことがあります。はい、カジノくん。実は僕、ひいき先生には授業中変なこと言われたり、カラに食べたりられたり、液を吹きかけられたりしていて、すっごく嫌だったんです。なあ、カジノくんかわいそう。教師の権威を傘にやりたい放題。これは教育者として、いや、人として許されないことなんじゃねえの。そうだそうだ、これでは紙面そかざます。話は聞かせてもらいましたぞ、ひいき先生。教頭、我が校の教育方針についてお話ししたいことがあります。ちょ、まあ、私の言い分も聞いてほしいざます。だからこっちに来なさいと言ってるんです。さあ早く。教頭先生も大変だよな。へえ、なんでこの学園はあんな変なのばっかり雇うんだろうな。こうして私を含めクラスのみんなにしてきたことが教頭先生の耳に入り、ひいき先生はそのまま学園を辞めることになった。申し訳ないけれど、ひいき先生の自業自得だと思う。そして後日だぷに。いらっしゃいませ。あ、アルト君。よう、どうしたの。ひょっとしてタピオカ飲みに来たの。いや、いらねえ。ここにもひいきみたいなやつがいないか、ご主人様として確認に来ただけだ。ちょっと、いきなり失礼なこと言わないでよ。ここにはハルちゃんだっているし、お客さんや店長もいい人だもん。それに、そもそも私はアルト君の使用人じゃありません。そうか、だったらよかったな。ちょっと、アルト君たら、私の話を聞いてる。私は思います。ひいき先生みたいに理不尽に他人を嫌い攻撃したら、自分の居場所を失うことになっても仕方がないのではないかと。本当にもうアルト君は友達なくすよ。カナデです。アルトです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。ひいき先生の机を見た時にはびっくりしちゃった。俺もさすがにカイリがあれを持ち上げた時は一瞬ビビったぜ。ジム机って重たいのに。筋トレにはちょうどいいって言ってたぞ。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくな。また次の動画で会おうぜ。それじゃ今日もソプラノじゃんけんの時間だよ。勝ったら明日いいことがあるかもな。ソプラノじゃんけん、じゃんけん、ポン。明日も見てねー。